Who is Joey Noe?こんにちは、井上城です。アメリカと日本って文化が違うじゃないですか。だから人のノリもかなり違ってくるわけですよね。アメリカ人のノリを日本に持ってきたらどうなるのか、ちょっとチェックしていきましょう。Let's go。 例えばバレーガール、ね、Valley Girl って言って、まあこのチャンネル見てる人はもう結構知ってる人も多いと思うんですけど、Oh my gosh, that's so cute みたいな、そのカリフォルニアのさ、こうハリウーハリウーに結構言いがちな女の子とかいるじゃないですか。それをそのままじゃあ日本人にしたらどうなるのかと、Oh my gosh, that's so cute。え、超可愛いんだけど、何なんて言ったの、I'm sorry, what? 何なんて言ったの、それ超可愛いんだけど、あ、やばくないぜ、もう溶けてるやん、溶けてますやん。まあ、とにかく、電車の中がうるさくなりそうなことは間違いなさそうですね。じゃあ男の場合、男の、まあ、カリフォルニアと言いますか、西海岸と言いますかね。Dude, that's so crazy, bro. あの、まあ、サーファーとか、Dude とか、Bro とか言うじゃないですか。まあ、そのノリでさ、うわ、それやべえよ、マジで。おい、やべえぜ、兄弟みたいな、bro だからね、brother を短くして。まあ、別にこれあの、あれじゃないですから。一言一句、訳していくコーナーじゃないんで、そのノリですよ、ノリ。やべえ、それ。やべえ。え、それやばくない、もう基本やばくなるんですよね。そういう意味だと、ちょっとこう、やばい的な、なんか何がやばいのかよくわかんないけど、英語でも that's so crazy とか that's so intense とかなんか、ふんわりとした説明の仕方しますからね。そこら辺は似てるのかもしれないですね。日本も、そのアメリカも。ただ、ちょっとこう喋り方変わるじゃないですか。実際に、超やべえよそれ。やべえよ兄弟みたいになったら、ちょっとお前がやべえよみたいな感じも出てきそうなんですけどね。エネルギーいっぱいなんでね、友達のことを名前で呼ぶのか名字で呼ぶのかっていうのは、なんかテンションで決まったりすることがあるんですね。で、その、彼の、名字がジョンソンだったりすると、ジョンソンが来て、おーい俺たちのダチが来たぜ、おいジョンソンみたいな風に言う人もいるんですよ。日本だと、おーいなことーみたいな、もうマジうるさそうっすね。やっぱり電車がうるさくなりそうっすよね。おーい、タケノコー What's up, bro? みたいな、おー元気かよ、おーイェイイェイ、もうハンドシェイクのこう、おーイェイ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 、おー What's up, what's up, what's up, what's up?おっそ、おい、元気だったか、おい、元気だったか、おい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 、いえ、いえ、元気だったか、おい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 、肉食おうぜ、肉、肉食おうぜ、肉、肉ってないそうですね。日本の場合、例えばその酒の席とかで盛り上がると、おい、やめろ、マジやだって感じだと思うんですよ。いや、なにやな、やな、とか、なんだよ、なんだよ、って感じだと思うんだけど、アメリカの場合だとそうだな、もうちょっとこう、あの、筋肉質になるんですよね、声もなんか。ちょ、ちょ、なんか、おーみたいになりやすいんですよね。スパルタンですかっていうね。300みたいなね。おーでーおーそのアメリカの感じが日本に来たら、おー飲めよーおー飲め飲め飲めみたいな、超野生的やん。めっちゃ肉食いそうやん。声の筋肉質が過ぎる。あと人によってはなんかすっごく動きがバウンスな感じ。Dude, that's crazy, bro! 体をしならせて、みたいな感じの人もいるんで、それを日本に持ち込むと、おー、それやっべーよ、マジで、おーみたいな、おー、多いっすね、なんかね。おー、やっべーよ、それマジで。なんかもう踊りが何かしら練り込まれてる動きってありますね、アメリカってね、なんとなく。まあ人によりますけど。うわ、やーべーじゃなくてさ、おー、それマジでやっべーっていう、もうすっごくスペース取りそうだし、やっぱりあれですかね、土地が余ってるからそういう動きになるのかな、かっこ適当。怒ると怖い人も結構いますからね。Don't you ever talk to me like that! みたいな、こう指さして、みたいなね、当選確実ですよね。それ日本語にしたら、他人にでも、そんな口の利き方、二度とするんじゃないわよみたいになるよね。俺は、愛知県産のキャベツを買いたかっただけなのに。いや、どんな状況だよ。これは私の権利なのよ、私のボディ、私のチョイス、やかましいわ。 Thanks for watching。 僕の活動は joeynoe.com からチェックできます。ウェブコンサート、英会話レッスン、その他にもいろいろやってるよ。それでは残りの時間を使って検索するのがめんどくせえ人たちのために私の自己紹介をしたいと思います。 I wanna fly away